どうもよろしくお願いします。お願いします。マクドナルドようこそいらっしゃいました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、ということでね私一日夜マック店長の花輪です。よろしくお願いいたします。はい、マクドナルドクルーの越光です。よろしくお願いします。お願いします。はい、本来は夜マック店長役の妻吹聡さんです。お願いします。お二人のユニフォーム姿ご覧になっていかがですか。いやでもね、伊藤さんが想像以上に似合ってて、うん、ありがとうございます。本当にめちゃくちゃお似合いですよね、うん、本当に似合ってる。毎日通っちゃいますよ。すごい。本当ですか。本当にあんまり思ってなさそう。いやいや思ってる思ってる本当に。いやでも一度は憧れたこのユニフォームなのでとっても嬉しいです、ね、着れて。本当ですか、はい、やっぱり着るともうクルーの気分にシャキッてこうなりますか。なります。いつもこんな気持ちだったんだなってやっと分かりました、ね、ちょっとマクドナルドの本物の接客をちょっと勉強してみませんか、うん、教えてもらえませんか。嬉しい。今日あのマクドナルドのトレーナーがこの施設にいらっしゃいますので、はい、ぜひ教えてもらいましょう。お客様とのアイコンタクトと、はい、そしてお辞儀を忘れずにということです。お辞儀をね、うん、はい、はい、こちらご飯カルビになります。ういういしいないいね。めちゃめちゃ高校生みたい。なんかいいな。バイトの女子高生みたいになっちゃった。伊藤さんがこれから作るので、うん、花輪さん伊藤さんであのオーダーが入った時のいつものやつをちょっと見せていただきます。練習したからね。練習しました。練習したから分かりました、はい、お願いします。ワンご飯カルビプリーズ。サンキュー。早速やってみましょう、はい、やってみましょう。やります。あ、いいな、羨ましい。これははい、そのまま2枚。2枚。はい、花輪さん、アングルがすごいいい感じになってきました、ね、あ、そうですか。はい、だんだん分かってきましたね、うん、よしよしあ、ちょっと邪魔です。あ、すみません。その間に、その間にその間に早く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 。めっちゃせかしてくんじゃん。熱いので気をつけて。いや想像以上に早いんですね。あれ、うん、これも熱々ですからね、はい、あ、上手上手、うん、楽しい。レタス。あ、正解。違うね。違うね。ごめんなさい。全然違うね。正解って言いそうだった。正解って言う。結構重いです。真ん中目がつけて。おお、上手上手。すごい。いいな、楽しそうだな。かわいい。すごい綺麗です。綺麗綺麗。綺麗だ。うん、大事だよ。ここもあったかいですね。あったかいです。冷めないように最後まで温めて。そういう工夫もあるんだ。すごい、はい、すごい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 。上手じゃん。はい、こういうゲームめっちゃやってたんですよね。こういうゲーム、はい、テレビゲーム。こういうテレビゲームありましたか。結構たっぷりだ。最後はラップになります。はい、ラップ難しいよね。ねえ、ラップがちょっと難しそう。さっき花輪さん見せてくれなかったからな、はい、真上に一旦持ち上げてもらって、ここをちょっと押さえて。いける。おー、すごい。いけます。上手で、両方上手。できた。できた。できました。上手。嬉しい。えい。そうね、ささっとね。あ、いった。完璧です。ありがとうございます。ありがとうございます。伊藤さん、どうでしたか。え、すっごい楽しかったです。働きたい、本当に。今すぐ引退して。今すぐ。18番でお待ちのお客様、はい、お待たせしました。こちらご飯と相性ぴったしな新商品、ご飯カルビとご飯チキ、ご飯チキンコクうま醤油仕立てでございます。ごゆっくりとお召し上がりください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日初めて花尾さんが真面目にやってくれたなと思って、はい、もう途中から気づきました。やらないとなと、はい、やらせていただいてます。お願いします。さあ、それではお待たせしました、ご飯カルビからお召し上がりください。いただきます。いただきます。いただきます。お客様からの熱い要望で、うん、ついにご飯カルビがやってきました。伊藤さん、いかがですか。おいしいです。
めちゃくちゃ美味しいです。皆さん味わいはどうでしょうか。どんな感じですか。やっぱりこのカルビの濃い、ね、味とこのご飯のもちもちがもうやばいですね。めちゃくちゃうまい。いやなんかね、やっぱり伊藤さん、女性でもしっかりと楽しめる、これは大満足だと思います。もう誰しもが好きな味だと思います。本当にそうですよね、毎度食べさせていただくたびに本当に嘘偽りなく心の底から美味しいって言えるこの商品たちが本当にあの毎回嬉しいなって、幸せだなって食べさせていただいて思います。あの食べていただいた皆様がみんな本当に大満足すること間違いなしなので、ぜひあのチキンとかあのパテとかとご飯の相性を確かめてみてください。よろしくお願いします。妻吹さん、伊藤さん、花輪さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。